吉島パーキングエリアは、香川県坂出市吉島町にある、瀬戸中央自動車道のパーキングエリアである。また、東 PA に併設する、吉島バスストップについても記述する。本州と四国を結ぶ瀬戸大橋の途中にある、吉島に設置された PA である。東 PA の施設は、林島インターチェンジ、TB 方面と境 TV、坂出 TB。 IC 方面共通の上下集約型となっており、長いランプを下って第一駐車場に至る構造となっている。このランプ区間は高架橋から地上までを円を描くようにカーブしているため、急カーブ及び急勾配の連続であり、最高速度が時速 20km に規制されている。また、緊急時の避難所としても活用するために、 両方向すべての入り口に信号機が設置されており、異常気象などで通行止めの時は赤信号及び左折矢印で強制流出させる。第一駐車場からさらに下ると、かつて営業していた瀬戸大橋フィッシャーマンズワーフの跡地に位置する第二駐車場へ至る。第一駐車場と第二駐車場との連絡道路には、吉島インターチェンジへの分岐があるが、 与島インターチェンジを利用できるのは島民及び関係者、緊急車両や路線バス、郵便物周配車両などに限られる。一般車両の運転者及びその同乗者は、第二駐車場より徒歩で吉島島内に入るか、与島第二駐車場バス停から発着する路線バスで吉島島内及び、筆つい都島や岩黒島などへ行き来する。 営業していた頃の瀬戸大橋フィッシャーマンズワーフ第2駐車場に併設していた瀬戸大橋フィッシャーマンズワーフは2011年11月30日で営業を終了しその後解体されたまた第2駐車場は現在縮小されていて縮小前の3分の1の広さとなっている駐車場の台数は縮小される前の情報早島インターチェンジ TV 方面と 坂井 TVIC 方面共通の検察署が設けられている。当 PA は駐車場も上下集約になっており、U ターンが可能であることから、走行方向を問わずあたり PA から本線に戻る場合に、吉間チェックゲートを通過する構造が取られている。なお、ここで実施されるのは検察のみであり、別途料金を支払うことはない。通行券の場合は、 当料金所で検察を受けた旨とその日時が印字される。以前は、吉馬料金所と称されていたが、料金所と称されていた当時も、検察のみが実施されており、後に、看板の料金所部分のみが塗りつぶされ、看板上は、吉馬検察となっていた。看板が、現行のものに更新された際、現在の吉馬チェックゲートに名称が変更されている。 制度としては U ターンが認められており、その場合の料金も正式な利用料金として定められている。岩黒島の島民が岡山方面へ向かうときは、地形の関係上、岩黒島インターチェンジでは岡山方面への流入ができないため、本 PA で U ターンして向かうことになる。また、2005年秋以降断続的に、 U ターン利用者向けに往復料金を半額とする企画割引が行われていたが、その後2011年9月30日までは ETC 社限定の割引制度となっていた。ETC 設備の整備が遅れていたため、ETC 利用者は係員に ETC カードを渡す必要があったが、2009年3月13日から、 ETC レーンが整備され、無線通信でのノンストップ検察が可能となった。また、同年6月15日から通行券の検察は自動化されている。検察所は、本州四国連絡高速道路株式会社では、チェックバリアとも呼ばれており、同様の施設が、神戸淡路鳴門自動車道の淡路 SA にも設置されている。東 PA の第一駐車場内の吉間。 料金所付近に高速道路を経由する一般路線バス用のバス停留所が設けられている。バス事業者は下津井電鉄こと3バスともに吉間パーキングエリアという故障を使用している。四国萌え大は東 PA の PR キャラクターで四国各県の県下と県北をイメージした和服姿の4人組で名前は旧国名などに由来し、さぬきる、あわあわな、土佐業。 祝外と名付けられている。通行料金の上限が1000円となる割引制度が2011年6月をもって終了したことを受け、需要減少に危機感を抱いた瀬戸大橋総合開発株式会社が企画したもので、デザインは香川県出身の漫画カリスマイが手掛けている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます四国も英体に関するカテゴリ。ありがとうございます。